七クマ。ただいま。おかえりなさい、はじめくん。ちょっと。あ、はじめくんおかえりなさい。ご飯もお風呂も支度できてますよ。あ、ありがとうございます。それとも風花にする？な。なぜこちらの美人な双子姉妹が俺の家にいるかというと、話は1ヶ月前に遡る。パーン！飲んだ。もう飲めません。誰ももう飲ませないっつーの。姉ちゃん、おまわりさんのくせにそんなにベロベロになるほど飲んでいいのかよ。大丈夫。明日は暇だし。いつも地域住民の安全のために走り回ってるんだから、久しぶりに高校の仲間と会えた時ぐらいハメ外したっていいでしょ、はじめくん。たく俺は佐藤はじめ、大学4年生だ。今夜は酔っ払って家に帰れなくなった姉を迎えに来たのだが、あまりにも千鳥足なのでファミレスで休憩している。姉の佐藤誠は警察官で、普段はしっかり者の仮面をかぶっているが、俺の前だと結構ゆるい性格だったりする。ん？何？どうした？あの二人。ん？あら、そっくり。双子かな？そうじゃなくて。何？はじめ、ああいう感じの可愛い系が好み？お姉ちゃんが代わりに声をかけてきてあげようか？そうじゃない！あの二人、やけに服とか髪がボロボロじゃないか？本当だ。ちょっと声かけてくるわ。あ、おい！まったく。あの、え？急に声をかけてごめんなさい。少し様子が気になったもので。安心して。私は警察官だから。おまわりさん。どうしたの？何かあったの？警察に行くなら私が一緒に。いえ、大丈夫です。もうすべてお話ししましたので。もう話したって？ごめんなさい。これ私の弟なの。もし話しにくい内容なら、向こうで待たせるから。いえ、大丈夫です。実は。彼女たちの話をまとめると、こういうことのようだ。彼女たちは就職のために地方から上京してきて、今日新しい家に着いたばかりだったらしい。ねえねえ、今日中に引っ越しの片付けが終わったらショッピングに行こうよ。うん、いいね。東京で行ってみたいお店たくさんあるんだ。私も。って、あれ？なんか変な匂いがしない？え？本当だ。前に住んでいた人タバコ吸ってたのかな。でもこんなに匂いはつかないか。火事？彼女たちが住むはずだったアパートは、なんと火事で全焼してしまったのだ。なんとか部屋から脱出できたものの、荷物のほとんどは燃えてしまったらしい。風花、優花、これからどうしよう。それは大変だったね。でも、二人とも無事でよかった。おまわりさん！でも、住むところがなくなってしまって、こうして、24時間営業のファミレスに来たんです。なるほどね。事情は分かったけど、ここで夜を明かすのは危ないから、ちゃんとホテルに泊まって。東京怖い。火事怖い。妹がずっとこんな状態で、落ち着いてホテルを探すこともできなくて、それに、お恥ずかしい話ですが、最低限のものしか持ち出せなかったので、お金もあまりなくて。そっか。じゃあ、今晩はうちに泊めてあげる。姉ちゃん？と言っても、私は実家に弟と二人暮らしなの。それが嫌じゃなければだけど、いいんですか？困ってる人を見過ごすことはできないからね。まったく。でも、ご迷惑になるんじゃ。大丈夫。ね。
ああ、東京に来た途端に火事なんて心細かったですよね。こんな姉ですけど、意外と頼りになるんで安心してください。俺はまだ大学生だから大したことはできないけど。ありがとうございます。自己紹介が遅れました。私は乃木優香です。双子の妹の風花です。優香ちゃんと風花ちゃんね。私は佐藤誠。よろしくね。弟のはじめです。よろしく。そんなわけで、彼女たちを我が家に一晩だけ泊めるはずだった。ただいま。おかえりなさい、はじめくん。ちょっと。あ、はじめくんおかえりなさい。ご飯もお風呂も支度できてますよ。あ、ありがとうございます。それとも風花にする？な、彼女たちはなぜか未だに俺の家に居座っているのだ。仕事が忙しくて家を探す時間がないと言っているが、本当の理由は別にあるのだ。ただいま。今日は早く帰れたわ。誠さん、お帰りなさい。そう、二人とも姉ちゃんに惚れてしまっているのだ。あれ、今日は二人とも夜勤明けだよね。寝てていいのに。誠さんに会いたくて。可愛いこと言うなぁ。とまあこんな感じなのだ。確かに弟の俺から見ても姉ちゃんはかっこいいけどさ。はぁ、あ、いいなぁ姉ちゃん。あの、はじめくん。ん？何？今日は、はじめくんの好きな炊き込みご飯作ったの。え、やった！腹ペコだったんだ。すぐに用意するね。うん、俺も手伝うよ。俺も手伝うよ。着替えてくるね。うん。私は佐藤誠。私の弟は信じられないほど鈍感だ。優香ちゃんがこんなにわかりやすく初めに惚れてるのに、どうして気がつかないかな。誠さん、どうしたの？いや、弟の鈍さに驚いちゃって。ああ、確かに。はじめくん、優香の気持ちに全然気づいてないですよね。ごめんね、優香ちゃん。いえ、その、はじめくんのそういうところも、可愛いので。そんなこと言って、本当は気づいてほしいくせに。風花！もっと私みたいにアピールしないと。よしよし。アピール？無理だよ。私にはできないよ。じゃあ、私が優香のふりをして、お手本を見せてあげる。え？私が優香の服を着て、優香が私の服を着て入れ替わるの。そんなの、すぐにバレるんじゃ。顔は同じだからバレないって。確かに。二人はそっくりだから、ついさっき着ていた服を交換されたら、私でも間違えちゃうかも。ほら、優香、早く。うん。こんなことするの、小学生以来だな。もう、風花ったら楽しんでるでしょ？本当に服を交換すると見間違えそう。鈍いはじめは絶対気づかないね。あれ？どうしたの？ううん、なんでもない。あ、はじめくん、エプロンの紐、結んでもらっていい？いいけど。ありがとう、はじめくん。うわ、何急に。っていうか、なんで風花さんが優香さんの服を着てるの？え？はじめ、気づいてたの？ん？当たり前じゃん。顔は似てるけど全然違うもん。例えば？風花さんは話すときに語尾が伸びる。優香さんは、ほら、優香さんはすぐにほっぺが赤くなる。見間違えたりしないよ。優香、大丈夫？俺、なんかまずいこと言った？まったく、鈍いんだか鋭いんだか、よくわからないな。はじめは。最後までご視聴いただきありがとうございます。
胸キュン漫画七熊では思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。